今日はどうするんですか。今日はちょっと面白そうなキャンプもうちょいで作るけど、面白そうなキャンプ、あんまやったことないから、はい、感じで。いた、到着。ここほら、キャンピングカーでキャンプ実際したことないから。キャンピングカーね、面白そうでしょ、はいはい、たまには面白そうやなと思って。いいっすね。大将あれかな、はい、大将、あ、こんにちは。あ、純一です。いらっしゃいませ。あ、寄せる。キャンピングカーを、はい、ちょっとどれを借りるかを。あ、ありがとうございます。どれ借りるか決めてないんですけど、あ、なんか見せてもらってもいいですか。そうですね、あの弊社今7台ラインナップあるので、はい、まあそれぞれカテゴリーあるのでご覧になっていただきたいと思います。ちょっとこちらです。一番まず献血するやつじゃないですよねこれ。ねえ、献血のトラックこんなんやんな。まずこれかっこいい。これあれ、まあ、いわゆるライトキャブコンと言われるところで。ライトキャブ、はい。まあ、このアミティという車は、まあ、4m65 なので、はい、まあ、寸法も短く、まあ、キャンピングカーの中ではすごい小回りが利く。え、これかっこいいな。なんかあのこのね、横に出てる感じがかっこいい。え、なんか見てもいいですか。どう、うわ、すげえわ。え、どうすげえよ。え、ここから脱いでいただいて。土足じゃないんですね。ここまでは、ここまでは靴で大丈夫です。あの通常の時はここで大丈夫です。へー、初めてですわ。これどういうこと、ここで一人二人寝る。そうですね、あ、向こうにも寝れるってことですよね。そうです。あの上がバンクベッドと言われるところで。うわ、これ楽しない。かなり今日夜ここで酒飲むねんだよ。もう私はキャンパーではなくなりましたねこれ。いや、これいいね。冷蔵庫とかもついてるんですか。冷蔵庫はこちらにあります。あ、ついて、だいたい40リッターぐらいですかね。電子レンジ、はい、電子レンジはこちらに。うわ、もうあれやん。焚き火はこれどこですればいいんですか。焚き火車内は出てます。焚き火はダメみたいです。あとシンクがここにあります。おー、すげえ。あ、寝癖直せる。朝シャンできるじゃないですか。ね、朝シャンって久々に聞いた。ここもベッドになるんですけれども。あ、そうなんですね、はい、だここはバンクと言われるキャブコンのいわゆる特徴である、まあ、キャブの上にある、はい、こうやって引き出して、こういう形で。あ、そこでも寝れるってこと。寝られます、俺のあの小川のステーシー ST2 のな、あの中の寝るとこと同じぐらいのサイズ。ちょっと全然わかんない。ここのシートから持っていただいて。あ、ちょっと引っかかります。ああ。フード引っかかる仕様になってるんです。いや、これでもさ、全然俺175センチですけど寝返りも打てるし。いや、ちなみに純一さん、これテレビとかついてますよここに。テレビの DVD も。これはエンジン切ってもバッテリーで見られる。あー、はい、プレステ持ってくればよかった。あ、コンロとかあるんですか。あ、コンロはこの仕様は、要は備え付けのはない形ですね。あ、ここで何人ぐらい寝れるんですか。これで、まあ、6名乗車の大人の方だと、まあ、5名ぐらいですかね。ああ、ギュギュで。今純一さんが寝れて2人だと結構これはきついかなっていう形なので、ね、ここもベッドでここまでスライドしてフルフラットになる仕様なので、あ、まあ、1,2,3,4 こうやって形ですね。これで一番ちっちゃいサイズ。そうです。え、どうなんですか、初見で。いや、でもやっぱ、まあ、キャンピングカー自体なんとなくどんなんか分かってるけど、いざさ、これを今日借りるってなるとやっぱ面白いね。こちらがまた違う、ちょっとレイアウトの。これが間ぐらいのサイズ。そうです。あ、なんか入り口が面白い。そうです。あ、本当や。あ、なんかもうこっから見たら
部屋みたいやもんね。うん、これのいいところは、はい、ここまで靴で行けるんですか。はあ、はあはあ、あそこぐらい玄関ってことですか。そうです、玄関の間になってる。すげえ、これはこれでまたすごいな。これお広いね。広い、うん、ここも広いね。でそっちでコンロもあるし、うんうん、コンロあってシンクあって、うん、電子レンジがこちらに、こっち冷蔵庫、冷蔵庫はそちらです。あ、これか、上に、あ、取りやすいところにある、はい、はあ、で、これがライトゲッチですね。通常の、まあ、トイレとか、所有される方だとトイレとか設置する場所です。ははは、ウォーキングクローゼットみたいな。へえ、これもこれでいいですよね。そうですね、これはあの、まあ、この字型みたいな形で、はい、テーブルを囲める大人4名の方でもゆったりと。レイアウトは僕でもさっきのやつの方が好きかもしれないですね。え、ちなみに、はい、こういうキャンピングカーって普通免許で行けるんですか。あ、普通免許で行けます。まあ僕はもうトラックは運転できますからね。そうですよね。水上キャンプやった時にね、でっかいトラック運んでます。普通免許で行けるんですけども、今見ていただく車両に関しては車両重量がちょっと重いので、はい、今の若い方が取る普通免許だといけないんです、うん、まあ、なので昔の中型っていう免許であれば。大丈夫です、中型なら。大丈夫です、大丈夫です。運転できなかったら意味ないもんね。でかいトラックあったじゃないですか、はい、木材運んで、はいはい、あれよりはちっちゃい。確かにそうなんですよね。そう考えると別に全然運転できると思う、うんうん、5メートル20ってことですか。そうです、ジル520クルーズっていう車です。5メートル20だと別に全然。そうですね、5メーター、まあ5メーター正確に言うと19です。5メーター19。あ、全然僕のマリブが4900やからあんま変わらん。あ、なるほどなるほど。もう、え、あ、いてた、あ、これ、いや、これなんだ。シンクがあって、はいはい、コンロ、冷蔵庫もなんか、さっきのよりでかいじゃん。約90リッターです、ね、90リッターほんでさ、もうこっち、さっきと違って部屋みたいになってる。おー、 こっちはだからあのもうベッドやねんけど、うん、区分けされてるからなんかちょっとプライベート感というか。へえ、ここはもうハンガーかけるとかこんなんあるよ。誰がスーツで行くんやキャンプに。もうトイレある。え、がっつりしたトイレある。あ、待って、これシャワーじゃん。シャワー浴びれるってことですか。シャワーもこれお湯が出る仕様なんですね。はい、すげえな。あ、これエアコンついてんだよ。家庭用と同じエアコン。すげえ。え、家庭用の、え、嘘やろ。すごいね。で、冬はこちらのエアコンでなくて、はい、FF ヒーターといって、はい、この軽油、燃料の軽油を燃焼させて、はい、温風を出す形ですね。まあ、それがこちらの FF ヒーターです。ああ、これでスイッチでいけるわけ、はい、え、これで何人寝れるんですか。これでですね、一応ここも、あの、ここもちろん引き出して、先ほどのアミティよりだいぶ広い奥行きが寝られて、大人2名と常設ベッド2名で、あとここもベッドになるんですね。で、これはこのタイプ、ここまでこういう形でベッドになるので、ああ、まあ、大人2名ここもいけるね。ベッドにすれば6人ぐらい寝れるわけ。6人は寝られます。やっぱなんかでかいから、うん、なんかちょっと広いし、トイレが、うん、トイレとシャワーついてるやん。社長やっぱもう僕これにしますわ。一番大きいやつ。だってめったにせえへんからね、キャンピングカー借りて。せっかく行くんやから一番いいやつでね。これはハイクラスなもんって。ハイクラスです。多分あの基本レンタルにしないキャンピングカーです。あ、そうなんすね。はい、これはいわゆる
まあ、アルファードとか L クラス的な位置ですね。どうしてもこれ乗り出し当時1200万ぐらいなので。1200万、はい、いわゆるいろいろつけたりして乗り出し価格って形ですね。で、まあ、今じゃ買えない車なので。あ、そうなんですか。出てないので。これ以上になってしまうと外車の外車ベースのキャンピングカーとかマイクロバスベース。マイクロバスベースマイクロバスベースだと6メーター超えてくるので。なるほどなるほど。これ聞いたらこれになるいや、家より快適ちゃうかすごいね。すごい。思い出すね。あの水上キャンプの材木の飛んだトラック思い出すわ。はいはい。どうなんですか？え？運転してみて。やっぱこの1200万円のキャンピングカーって言われてるんで緊張する。どんなシステムなのこれ？これすごいですね。けど真上から見えるこの。なんでなの？どういうことなの？ドローン飛んでるの上にずっと追われてる。同じ速度でドローン飛んでるどういうこと？それこそ先の社長に聞かないといけない。いや、これを言うといてくれんとびっくりよね。いやー、たまらんな。なんかじゃあマジでプレステ持ってきたらよかったわ。今企画が一個ここで立ち上がったテントの中でゲームやる。みじん切りはだんだんみじんじゃなくなるからね。武骨飯。あ、ない。オリーブオイル持ってない。持ってるわけないやん。薄いやん。どうしよう。あー、すげー。あ、寝癖直せる。寝返りも打てるし。あ、これエアコンついてるよ。すげー。家より快適ちゃうか。